まず、まあ、唐桑の自然だとか、まあ、唐桑の多くの方が漁業に関わってますので、その紹介なんかが分かりやすくなります。あと津波体験館という施設を併設しておりまして、映像とあと音と振動の津波の疑似体験ができる施設がございます。今は東日本大震災写真展といいまして、市民の方が撮影された震災直後の写真ですね、200点ほどございます。入館料はこちらのビジターセンター内は無料なんですが、津波体験館は370円ですね。唐桑の魅力ですか。ですね、まず人の手の入ってない場所が多いっていうところですね。あと、まあ海も綺麗ですけれども、植物なんかもすごく多様で、あと日の出が水平線が上がるのが見えたりとか、あと夜は星もものすごく綺麗、そういうところでしょうか。はい、あと食べ物も美味しいです。やっぱり都会から来た方は本当に夜喜びます。天気が良ければ普段でも流れ星10分ぐらい見上げてればだいたい見れるので。唐桑半島は海に囲まれた自然が豊かな場所にあります。とキャンプ場も1泊350円で利用できます。で、近くにはビジターセンターもあって、唐桑の案内ですとか、あと東日本大震災の状況なんかもお話できますので、ぜひ皆様いらしてください。